あ、動画始めますね。あ、動画、はい、はいはい、これはこれも、じゃあライブ配信で、これね、すいません、顔が覆われちゃう、はい、あちょっと待ってください。ゆるい、ラジオ聴きの皆さん、ハイサイ教会デービルの時間となりました。はい、今日のお相手は私、荒垣博正、中野智子です。はい、ミキサーを担当していただきます。はい、FM ギノアンの石坂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。初めてですよね、はい、私たちと番組。あ、そうですね、担当するのは、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、石坂さんですよね。はい、下のお名前は何？はい、石坂まなみです。まなみさん、はい、はい、教会にもまなみちゃんがいるから、ね、どっかで聞いたことあるんですけど、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご出身は鹿児島と言ってましたよね。あ、父が鹿児島。あ、お父さんの方が、はい、私はうちなんちゅです。うちなんちゅ、沖縄で生まれた。はい、珍しい名前ですから ね、うん、沖縄ではなかなか聞かない名前ですけども、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は、ゴールデンウィークが明けて、ラジオお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。梅雨に入ったんですけども、梅雨と言っても降らないんですね。今日もとてもいい天気で、気温が、スタジオの中はね、クーラー入ってますから25度ですけども、私ね、車出るときにね、41度わあ、差してましたね。暑かったですよね。まあ、あの、日が照ってるところに止めてましたので、まあちょっと走らせても37度ぐらいまででしたかね。うん、はい、まあ直射日光というのはこういうふうにとても暑いんですね。まあ沖縄これから本格的に夏になると思いますが、まあ、その前にね、しっかりと梅雨を、しのいでですね、まあ、水も欲しいですから雨も降ってもらわなければ困るんですけども、まあ、雨降って困るっていう人もいるかもしれませんが、まあ、これも自然の摂理ですのでね、はい、まあ、梅雨は梅雨として、降ってもらわなければ困るなというふうに思いますが、はい、皆さんは、お仕事とかいかがでしょうか。はい、それではまたですね、今日もハイサイ教会デビルで、ユンタクをしていきたいと思います。先週は、確かイスラエルの話をしましたよ ね。でもイスラエルの話って言ってもね、もう3000年とか4000年とかの前からの話をわずかな時間でやるわけですから、これはとてもとても無理ですよね。はい、簡単には、全てを話すことはできないんですけども、ざっくりのざっくりのざっくりぐらいの話でしか、はしょってはしょってしか話もできなかったと思うんですけどもね。でもテレビを特に NHK とかね、 BS のニュースとか見てみますと、イスラエルのニュースが結構最近よく聞きますね。クローズアップされてますよね。はい、うん、いや、なぜか分かりますよね、これはね。今はまた、うん、聖書に基づいてまた見たりしてますけど、ね、うん、ちょうど今建国70周年ということで、5月14日が実はね、はい、建国した日っても言われてるんですよね。まあ、ですからそれに伴ってアメリカの
トランプ大統領が、大使館を確かねテルアビブから、エルサレムに移すというようなニュースが流れて、あれもびっくりしました、はいはい。まあ、イスラエルの、ね、あのユダヤ人は喜んでるかもしれませんが、はい、アラブ系の人たちにとっては、これは反対するでしょうね、はい。ですから、まあ、軍事衝突が起こらないようにということで私たちは祈るしかないかなと思ってますけども、はい、まあ、血が流されるということがないようにですね、うん、祈りたいものです、うん。まあ、歴史的な、ね、背景を言うともかなり複雑で、日本人とか我々沖縄の人たちの時代の流れのスパンで捉えることは到底無理があるわけですよね。だって私たち100年ぐらい前の話っていうのもそう知ってる人っていうのはいないですよね、うん、はい。ですからこれ2000年前の話とか、あるいは4000年前の話とかっていうふうに遡ってからことが起こったことを今日につないでるということを理解するっていうのは、他の民族でもそうはないんじゃないかなと思いますね。やはりイスラエルのこの民って言いますかね、ユダヤ人っていうのが、建国をしたり迫害を受けたり、また、捕囚の民として隣の国に囚われたりですね、でしまいには世界中に散らばっていっているっていうような歴史的背景、その散らばっている間にも、アラブ系の人たちがこの何て言いますかね、イスラエルの土地、いわゆる、エルサレムも含めてですね、支配していったっていう時代があるわけですね。まあ、このオスマントルコの帝国の時代だけでも400年このイスラエルの地は支配されたということですので、400年間まともに帰れなかったわけですよね、まあ、その間にこのエルサレムのこの神殿の丘っていうのももうユダヤ人にとっては中心的な場所ですよね。そこをもう完全に今日までまだ支配されてるし、あのよく写真で、ね、見るとあの黄金のドームが見えますよね、うん、ありますね、象徴的に見えると思うんですけども、あれも実はイスラエルのものではなくてアラブ の、まあ、あのイスラムの寺院になってるわけですよね。で残ってるのはこの当時の石垣の壁って言われるやつですね、まあ、よくあのユダヤのニュースを見ると壁に向かってなんか祈りをしてるっていうあの光景を見ると思うんですが、あれあの嘆きの壁って言ってですね、まあ別に壁というのを拝んでるわけではなくて、壁の向こうには神殿があったということをまあ思い出しながらですね、あの想定しながらこう祈りを捧げるっていう光景であって、まあ城壁っていうものを拝んでるっていうのとはちょっと違うんですよね。ですから他の、 あの観光客なんかが来るとこのちょうど日本でいうあのおみくじを引いたらあの木にくくりつけたりしますよね、あの感覚でなんか願い事を書いてあの紙をですねこの城壁の石垣の、ね、隙間にね突っ込んでいくらしいんですよね。そしたら願いが叶うというのをね思ってる世界の人々が結構いるらしくて、結構あのこの紙が押し込まれてるっていうのがあるらしいんですけども、こんなのはやめてもらいたいなと思いますけどね全然違うっていうふうに思いますのでですね、まあユダヤ人にとっては神というのは目に見えない存在ということで、決してあの偶像形として現れているものではなくて霊の世界のものっていうふうにあの理解してますので、あのその辺はユダヤの文化といいますかね、そういったところも宗教的な部分も含めて理解していく必要があるんじゃないかなと思いますね。この世界に散らされた、ユダヤ人ですね、そして今から70年前に、帰還して戻ってきたわけですよ。しかも世界中に散らばっていて約2000年ぶりに戻ってくるっていうのは、はい、もうこれ奇跡に近いですよね。みんな打ち合わせしたわけでもないしそうですね、もうそういったものがなくて、なぜその、都市に戻ることができたのか、やはりこれはもう聖書に書いてる通りのことを一人一人が実践していくっていう、まあ、聖書に書いてるのをただ、神に頼む 神頼みみたいなものではなくて、自分たちもその一員に加わるっていう思いがユダヤ人にはあるっていうふうに言われてきて、やはり預言の成就には自分たちも参加してるんだよっていうことを常に意識してるっていうところから来てると思いますね。
ですから2000年経っても故郷のことは、代々受け継がれて忘れることがなく今日に至っているということですね。それで世界から戻ってきたユダヤ人の、子孫といいますかね、その後に、このイスラエルの地で生まれた、ユダヤ人が一番多いのはどこから帰還したのが一番多いと思います？想像もつかないです。ああこれ実は旧、ソ連邦 の、 国々から戻ってきたのが多かったと言われてますね。今でも多いと言われてますけどね。はい、で旧ソ連邦の国々から戻ってきた、ユダヤ人が、今日まで123万人がその土地で生まれたというふうに言われてるんですね。またね、そしてモロッコであったりアルジェリア、チュニジアというアフリカ、北アフリカからですね帰還した人たち、そしてルーマニア、ポーランド、イラクで、アメリカも結構いますけどね、でエチオピア、フランス、イラン、アルゼンチン、トルコ、イエメンといった、各地から、戻ってきた人たちの2世3世というのがですね、もう、かなり、この土地で生まれて大きくなっていったというふうにね言われてますが、まあこの第二次世界大戦で、ヒトラーに、迫害を受けたっていうことは、まあ、皆さん教科書でも習ったと思うんですね、まあ、ホロコーストの、この事件っていうのも聞いたことがあると思うんですけども、まあその後にもですねユダヤ人は本当に忍耐強かったなと思うのは、これだけたくさんの方々が迫害で死んでいったし、ガスで死んでいったり、ガス室で殺されたり、火あぶりで殺されたり、もう言葉では表現できないような虐殺があって、わずかに生き残った人たちが、戦後ですねすぐ礼拝を捧げるために集会場に集まったというふうに言われてるんですよね。とてもじゃないけど集まれないだろうというふうに思ったらしいんですが、とんでもない、もう会場があふれんばかりに集まって、祈りを捧げたというふうに、言われててですね、これだけやっぱ信仰というのは、ユダヤ人にとっては何よりも第一にするというところが表れているというふうに思いますね。ぜひユダヤの人たちとかイスラエルのニュースというのは注目に値しますので、関心を持ってですねニュースもご覧になっていただければなと思います。まあ、どちらかというと日本人というのは今朝鮮半島でもですね融和のムードが漂っていて、首脳会談が近々行われるということで動きが活発化していると思うんですけども、まあそこに目が行きがちなんですけども、まあそれはそれとして大切なニュースだと思いますので、そこにも関心を払いながらですね、やはり予言としてはこの東アジアとこの中東、まあ中東というのもおかしな話で、日本から西にあるのに東って書くっていうのは、その意味は言いましたよね。中東、あ、教えてください。わかります？知らないです。知らない、はい、だって西でありますよね、はい、イスラエルとかね、そうだ、東って書きますね。石油の産出国というところですね、なんで東って書く、中東って書くのかっていう、実はこれはねイギリスから見た位置なんですね。あ、はい、イギリス人は、まあ、英語で、ミドルイーストとか、近東のことはニアイースト、近い東っていうふうに言って、そして日本は一番遠いんですが、もんですから極東って言って、ファーイーストっていうふうに、これを単純に日本語に訳して日本人は使ったということらしいんですよ。中だから中間、中間、うん、まあではない、ファーイーストっていうのは極東ですね。極東、はい、イギリスから一番離れてますよね、世界地図広げてるんですね。イギリスが拠点みたいな感じ、そうそうそう、イギリスが中心だった時代にこの名前が付けられて、英語訳を単純に日本語で訳して使ってたっていうことですね。でもよくよく冷静に考えてみればおかしいということが今頃になって気づいていて、でももう直せないですよね。もうほとんど馴染み深いです、うん、馴染み深くなってしまって、中東っていう中東情勢とかっていうふうにね、ニュースの原稿でもそういうふうに読んでると思うんですけども、ただ子どもたちの教科書はなんかね西アジアっていうふうに書いてるらしいですよ今は、はい、まあ、その辺はちょっとずつ日本から見た位置っていうことに見直そうっていう、まあ教え方もあるみたいですけどね、まあ、この辺もちょっとね時代とともにやっぱりね、冷静に考えればおかしいっていうところを直していくっていうのも
いかがかなと思うんですけどもね、まあ、ただもう使い慣れてるもんですからね、なかなか今頃西アジアって言ってもどこを指してるのかななんてね、みんな混乱するか混乱するかなと思うんですけど ね、はい、もうそこにも気づかなかったですか馴染みすぎてそうです結構そういったのが日本にはあるんですよね、まあ、面白い話題になると思うんですけども、はい、それではまた曲行ってからお話ししましょうか、はい、はい、13ね、13、うん、あ、じゃあここから、うん、こっちから最後まで、はい、うん、はい、第2歴代史5章の13節、はい、カラオケみたいに字幕が出てくるから、ね、そうそうそう楽譜だけで読み上げられるとあるよね、そう、一人の大変だよ、うん、偉いよ、3日後はもうみんな慣れてるから、うん、名前入れたとすると汗びしょになってる意外でしたよ、意外でした、だってやったことないから、うん、ね、気持ちかったりとかいいから気の慣れたいね、CD 化してて、うん、あ、うん、ちょっとさ、ちょっとさ、もう、あ、そう、うん、
4年生だと思います。キリスト教学院、はい、学院大学、もともと短大だったけどね。そうです、はい、少しはね、免疫は少しはね、触れてるねタイプオルガン、タイプオルガン、タイプオルガン、あ、入るすごいですね。5秒前です。ラジオを聴きの皆さん、ハイサイ教会デイベルをお届けしております。にゃこちゃんからいつものようにコインをいただきました。はい、ありがとうございます。シャローム。はい、いつもありがとうございます。はい、感謝です。感謝します。先ほどはイスラエルの話をしましたが、イスラエルの話ちょっと長くなるので記念する、まあ、節目といいますかね、70年になりましたが、実は沖縄も祖国に復帰して、46年目に明日ですね、の日になるんですね、はい、5月15日は5月10、その時は生まれてます、皆さん。私はまだ生まれてます余裕で生まれてます当時のことを分かる人っていうのもだいぶ少なくなってきたのかなと思うんですけどね。僕は小学校5年生でしたけど、はっきりと覚えてますけどね、はい、雨降ってたっていうのもよく覚えてますね、はい、それで ある日突然、ドルから円に変わって通貨が変わって買い物するときに、その引くを皮切りに円で買い物をするっていうのが始まった時だったんで、まあとても今考えればね、子供の時はそんなに意識しなかったんですけど、今考えれば非常に貴重な体験したかなと思う。そうですね。ですね。通貨が変わるっていうのをなかなか体験することってないと思うんですけども、でも歴史上沖縄はしょっちゅう変わってるらしいですよね。へえ。明治の以前は、日本円ではないんで、はい、でよく民謡なんかでもね、一貫二貫とかっていう言葉で言われるんですよね、うん、まあ、そういった、通貨の単位で使ってたものが、日本円に変わり、そして、第二次世界大戦で敗戦後は、ドルに変わるわけですよね、うん、まあ、ドルの前にね、ちょっとだけ軍票っていうのを使ってるんですよね、はい、軍票、はい、A 軍票とか B 軍票という、B 円とかね、はい、まあ、普通 B 円というふうに言ったりするんですけど、実はこれは私わからないんですよ。B 円は使ったことありません。私たちより一回りぐらい先輩方はその話をするんですけどね、はい、で B 円からドルに変換していったっていう経験を持ってるんですよね。その後にまたドルから円に変わっていくっていうことで、もうかなりですね、世界的にもそういった通貨がしょっちゅう変わるという地域はそうそうないらしいんですよね。だから沖縄は非常にすごい経験をした土地ではあるというのを今、振り返ってみれば感じますね、はい、明日が沖縄は、日本に復帰して、46年目になるというふうになっておりますね。まああまり沖縄の人たち意識しないですよね、もうね。そうですね、はい、特に復帰記念の行事っていうのもないし、そうですね、はい、さーっと過ぎていくっていう感じですよね。まあ、確かに復帰した年もですね、どっちからかといえば式典よりも抗議集会の方がクローズアップされてたっていうイメージが僕らもあるんですね、はい、この大雨の中ね、土砂降りの中泥まみれになって、抗議行動をするっていうシーンが、
子供ながらに覚えてますけどね、はい、そういった、復帰も完全復帰じゃなかったっていうふうなね思いがあって今日に至ってるところもありますね。まあ確かにね当時とはもう比べるもないぐらいあの道路が整備されたりですね、こういったあの建物がきれいになったりとか走ってる車もですねきれいな車が走ってますけども、まあ、当時とはそういったところでは比べ物にならないぐらい、発展したなって思うんですね、目に見える部分では。ただやはりねあの依然として、経済の格差があったり、基地問題もまだまだ横たわっていて解決されてないというところはですね今後の大きな課題かなと思いますね。まあ、そういったところにもまた注目していただければと思うんですけども、今日はまたあのガラッとまた変わりまして、はい、あの先週のなんか宿題がありました、はいはい、あの先週の放送をまたあの反省の意味を持ってあの見るんですけど YouTube でね、あの咲子さんがせっかくあの質問してくれた質問があって、はい、賛美とあと何でしたっけゴスペルの違いだったり、今ワーシップって言ってあの若い方がやってるこの歌いやすいねこの、歌もあるんですけど、それの違いを私が答えきれず残したままになってたので、うん、はい、宿題です。後で答えていただきましょう、はいはい、それではその前にですね、はい、今日の聖書の御言葉からいつものようにいきたいと思います、はいはい、今日は、旧約聖書の第二歴代史の5章の13節から石坂さんに読んでいただきましょう。はい。ラッパを吹き鳴らす者、歌うたいたちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主はまことに慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。その時その宮すなわち主の宮は雲で満ちた。はい、はい、アーメン、 アーメン、ありがとうございます、はい。まあ、これもあの先ほど宿題になっているテーマの、賛美につなげて、はい、今日のあの御言葉として、拝読していただきました、はいはい。旧約聖書の時代ですよねこれね、こう宮って出てますが、まあ、神殿のことですね、はいはい、日本語に訳して、宮というふうに呼んでますが、まあ、ここで、いろんな楽器を当時もですね、使いこなして、まあ、ラッパを吹き鳴らしたり、シンバルを叩いたりですね、まあ、いろんな楽器で、演奏しながら、大きな声で歌を、歌ったと。しかも一致してまるで一人で歌ってるかのようであったというのは、まあ、想像するだけであのなんて言いますかね、荘厳っていうのそういう感じがしますよね。まあ、かなりレベルが高い音楽だったんではないかなっていうね、うん、容易に想像できると思うんですけども、まあ、この時代から、賛美っていうのはね、イスラエルの民は、神殿で歌ってたっていうのがお分かりいただけると思うんですけども、うん、まあ、この辺 の, あの歴史の変遷も踏まえて、なんか調べてきたっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、ちょっと発表していただけますか。はい、咲子、はい、さんにですねなかなか答えられずにいて頭真っ白になってる感じなんですけどはい、ですね、あの賛美とゴスペルっていうことなんですけど、一応賛美っていうのは、旧約の時代に聖書では古代ヘブル民族が神に向かって発した、声歌声を賛美と言いますね、言葉で表現しています。この言葉の概念は特に詩編、旧約聖書あるんですけど、はい、後期の歴史書、預言書などに著書であるが、主に次のような意味を含んでいる。一応これはあの、まあ、ちょっと聞き流す程度で、ハーラルっていうのは褒めるとか、うん、ヤーダ、感謝する、シェーバ、褒める、バーラク、祝福する、ゼミール、賛美する、アーナ、歌う、ラーナン、叫ぶ、ギール、喜び楽しむということで、一応これらの根源的なこの主題っていうのは神の無限なる性質と神への絶対的な信頼、もうこれを本当に褒めたたえる、私たちが本当に言葉とか体で表現する神様を褒めたたえるっていうのがもう賛美ですね、うん、で昔のダビデ王がね、はい、あの王にもかかわらずこう裸になってこう
本当に体を持って褒めたたえるっていうのも象徴がありますけれども、神様はどういう形であっても心から本当に褒めたたえることで神様も喜んでそれに応えるっていうね、っていうことでしたね。はい、はい、っていうことです。意味分かったかな。あとはもう今ゴスペルっていうのはやっぱり黒人のね、なんかゴスペルって言ってゴスペルクワイアとかありますけど、この当時のこう、まあ荒垣さんの方が一番詳しいんですけど、はい、奴隷の先ほど教えていただいた、はいはい、黒人はやっぱりアメリカでね奴隷制度があって、はい、そして有名なのがリンカーンの奴隷解放っていうのがありますよね。その時に南北戦争っていってね、はい、アメリカを二分して大きな戦争があったわけですよね。まあ、それの一つのテーマは、まあ、黒人を、解放する、奴隷から解放するっていう、同じ人間であるという意味で解放するということで、北軍の方は解放するというような、側だったんですね。で、南部の方はどちらかといえば奴隷はとても大切な財産だったから、それを手放したくないというような意味で、抵抗して、最初は南部の方が強かったらしいんですけどね、北軍の方が、最終的には勝ったんですね、はい、それで国は2つに割れるだろうというふうに言われてたんですけども、まあ、リンカーンの偉いところは、戦争が終わった時にまた国家をまた一つにまとめたっていう評価が高いんですね。ただ奴隷解放だけが、まあ、イメージとしては、際立ってるんですけども、はい、実は南北戦争で傷ついた国民がもう2つの国を作ろうというふうにね、大統領も2人にしようとかいろいろあったらしいんですけどね。でもそれをなんとかとどまらせて、国家をまた一つにまとめ上げたっていう実績がある、まあ、その時代背景の中で黒人が奴隷解放されていって、ちょうど1920年代ぐらいっていうふうに言われてますから、今からちょうど100年ぐらい前の話なんですね。だいたい100年ぐらいを想像して、はい、まあ、想像の域でしかできないと思うんですけども、まあ、その時代に、黒人が解放されていって、まあ、黒人の皆さんというのは非常にリズム感があるイメージがありますよね。はい、そういった中でジャズのミュージックとかブルースとかですね、まあ、そういった音楽の影響を受けて、黒人霊歌って言いますかね、日本語で訳すると黒人霊歌って、まあ、魂の叫び声みたいな、ね、もので、こう全米にこう広がっていったんですね。でそれがいわゆるゴスペルっていうふうに、言われてる、まあ、賛美ですね、はいはい。まあ、ゴスペルっていうのは直訳すると福音という意味なんですよね。福音、はい、聖書の中に新約聖書の始まりは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネっていう4つの福音書っていうのがあるんですけどね、はい、この福音書のことを、ゴスペルっていうふうにまあ、言うんですけどね、まあ、それらの中から、歌詞をつけてですね、曲をつけてまた歌っていったのがゴスペルソングっても言われてるんですね。まあ、これがもう全世界に今広がっていって、一般の人たちも、ゴスペルっていうふうに言って歌ってる、うん、ね、まあ、グループの名前もね、ゴスペラーズとかっていう名前がつけられたりしてですね、まあ、音楽がそのようにして、まあ、発展していったっていうのがお分かりいただけると思うんですけどね。でもこの賛美っていうのも、例えば旧約聖書の時代はこういうふうにね、楽器を用いて賛美をしたっていうふうになってるんですけども、世界的にこのキリスト教が今度こう広がっていて、ヨーロッパに広がっていった時には、まあ、どちらかといえば楽器伴奏ではなくて、聖歌って言いますかね、歌声だけになったりですね、そしてこれが極めていくわけですよね。もうどちらかといえば神に賛美を捧げるというよりも芸術性みたいのに、うん、技を磨く、はい、着目点が置かれてて、うん、もちろん芸術な建築も含めてですね、うん、絵画であるとかそういったものも、もう極めていこう極めていこうという流れになってくると、やっぱり一流の歌い手だけが注目されるわけですよね、うん、はい、そうなっていくと一般大衆とはだんだんかけ離れていくわけですよね。そういった背景の中で、なんて言いますかね、大衆とはちょっとかけ離れた位置にこの賛美が置かれるようになっていったっていう歴史があるんですね。これはルネサンスの時代までずっと続いていたらしいんですけども、
まあ、ルネサンスっていうのはまあ大体5世紀から、14、15世紀くらいまでですか、このマルチン・ルターがね、登場する頃まで結構そういったものがですね、こう改革に揉まれながら、残っていったらしいんですよね。はい、オリンピックって今普通はスポーツって考えますよね。そうですね、はい、初期の頃のオリンピックは建築の種目にあったっていうのを聞いたことあります、ね、海外のですね、あれも競い合っててメダルがあったんでしょうね、多分ね、はい、だからスポーツだけではなかったって言われてるんですね。でそういった意味でいろんな世界で技を清めていく芸術も一つの種目であった時代があったらしいんですよね。面白そうですね、それ今あっても、うん、ですからヨーロッパの建築っていうのはやっぱり芸術的ですよね、はい、教会の形してもですね、うん、私はモスクワとサンクトペテルブルクって今のロシアに行ったことあるんですけども、うん、街全体が本当に芸術作品なんですよね、うんうん、はっきり言ったらもう、おとぎの国に入ったみたいな雰囲気が感じられるんですね。ヨーロッパ行ったらもっと感じるんだろうなと思う。ヨーロッパはまだ行ったことないんですけども、まあ、ロシアでもヨーロッパの影響を受けている建物が結構ありますので、もう本当におとぎの国の世界、小人が登場してくるかなと思うような雰囲気に、のめり込んでいくっていうような、世界ですね。街全体が芸術作品、まあ、こういった、素晴らしいものも残ってるんですけども、やはり、この賛美もですね、まあ、一流のものに取って代わられたら、大衆はもうちょっとね入る隙がないってなると、これちょっとおかしいですよね。そうですね、まあ、そういったところからマルチン・ルターが宗教改革した時に、改宗賛美っていうのを、編み出していったわけですね。そして自分たちで作詞したり作曲していったりっていうことも起こしていって、はい、そういった意味で、音楽がまたそういった方向に今日に至って、変わっていって、今の教会ではもうねたくさんの新曲っていうのも随分出てきてますよね、はい、歌いやすくもなってる。あ、はい、そうなんだ。で CD もねもうたくさんね、このショップに行くとたくさんあるんですよね、はい、ゴスペルソングっていうのは、はい、まあ、ぜひお買い求めいただければ、たくさんの人たちにも、親しめる音楽でいっぱいあると思いますのでね、特にプロテスタントの教会ではもう改宗賛美というのが中心的ですよね。礼拝が始まる前には賛美から必ず始まるっていうふうに言ってて、はい、もう喉がカラカラになるぐらいみんな賛美捧げてから、メッセージが始まったりですね、いろいろと、教会の、この礼拝のたんびにこれはやるっていうのがもう、まあ、当たり前になってきてますよね。賑やかですよね、今ね。賑やかですね、はい、ドラムがあったり。そうですね、すごいですね、はい、この前世界宣教協会行ったら久しぶりに僕も行ったんですけども、バイオリンの演奏を高校生かな、男の子が演奏してたんですけどね、まあ、僕いる時は当たり前に見てたんですけども、最近の教会ではバイオリンはなかなか見かけなかったんで、あ、さすがに今バイオリンもまだ続いて演奏してるんだなとね、ドラムがあってエレクトーンがあって、まあ、ある時はトランペットを演奏する時もあったんですけどね、前に見たことありますね、はい、まあ、いろんな楽器を用いてですね、神様に賛美を捧げるということですね。聖書の中ではシンバルとかもありますからね、まあ、そうですね、シンバルも出てきますね、タンバリンとかね、はい、最初の頃はですね、旧約聖書の時代はやっぱりそういう音楽隊っていうのが結成されていて、特にレビ族ですよね、レビ族っていうのはイスラエルの部族の中でも割り当ての土地は与えられてないんですけども、神殿に奉仕をするようにっていう役割が与えられている人たちですね。その人たちの中からまた音楽隊が編成されていって、何名かの音楽の隊長が誕生していきますよね、まあ、ヘマンとかね、アサフとかエタンっていう方々は、まあ、その代表的な名前だと思うんですけどね、まあ、これも最初の頃は一族って書いてますよね、その一族とか、まあ、これは家族合唱隊みたいなものだったんではないかなというふうに思ってますね、まあ、いわゆる今でいう聖歌隊の始まりですよね、はい、
そして他にはクリスマスの時には、クリスマスキャロルっていうふうに言ったりしますよね、はいはい、クリスマスを祝う賛美歌とかね、はい、こう祝歌っていうんですね、うん、お祝いの歌っていうことで、キャロルっていう言葉が、使われてるんですけどね、はい、まあ、いろんな言い方がありますよね、うん、古くは賛美歌って言ってましたよね、日本ではね、そうですね、はい、教会のオルガン一つでやってるようなイメージがあると思うんですけども、うん、静かにね、歌うっていう歌がなんとなく賛美歌っていうふうにイメージされるかなと思うんですけどね、うん、まあ、そういった静かな教会にはあまり行ったことはないんですよ、うん、行ったことあります、行ったことあります、オルガンだけとか、うん、たまにあります、うん、でももう 見学というかね、やっぱり、うん、行ってちょっと、あ、こういうこともあるんだ、こういうところも、ね、うん、これも日本のね、まあ、特徴だったかもしれませんね、日本人にはそれが合ってた時代があったんですよね、この明治の後期から大正時代にかけてですね、オーソドックス、はい、日本人の心にこのような歌が響いた。ですから童謡唱歌って賛美歌ととても似てるんですよね、結構初期の頃はクリスチャンが作詞作曲したっていうのが多いらしいですね、はい、で児童文学も西洋のこう童話とかね、物語っていうのを訳していった人たちもクリスチャンだったっていうふうに言われてて、まあ、そういったところにも、まあ、隠れた技があるんだなというのがお気づきになるかなと思いますね。だから童謡唱歌を聴いてると、なんか賛美歌を聴いてるのと大体雰囲気が似てるっていうのはその辺にあると思いますね、はい、それでまた曲を、はい、あと1曲いってからまたお話ししましょうか、はい、
聞いたことないです。はい。でもワーシップって歌いやすいように、若い人たちが歌いやすい。ワーシップって、ワーって、わー、何が何が。結構食べてますね。要はね、ワシップ自体は礼拝っていうのは。ああ、そうなんですね。どういうスペルかって。外国の音楽を訳しているのがほとんどでしょ、これ。ああ、じゃあ原曲というか、うん、は外国の。もともとのね。あと10秒前です。皆さん、教会デビルをお届けしております。そろそろまたエンディングに近づいてまいりましたが、早いですね。早いですね。早いですね。今日は、前半は、イスラエル70周年のお話、そして沖縄が、本土に返還されて、明日で46年目を迎えるという話もちょっとしましたが、まあ、その後またですね、後半は、賛美について、先週の智子さんの宿題また新たな宿題が課せられました。答えられなかったという部分をですね、はい、答えていこうということでですね、はい、まあ、なんとなく質問された意識はあまりなかったんでしょうね。そうです。うちに帰ってから YouTube 見たら、あ、なんか無視したような、スルーしたような、そうそう、僕がちょっとまずかったなという意識があったようです。今日は少し答えられたかなと思いますね。はい、頭なんかぐるぐるしてましたな。まあ、賛美というのはね、豊かな音楽を用いて、賛美する、はい、まあ、賛美は、神様に近づく大切な働きであるということもお分かりいただけたと思います。そうすることによってね、一人一人がね、笑顔になるんですよね。まあ、笑顔っていうのはいい意味での、伝染するというふうに言われてて、賛美が終わった後に握手するんですよ、みんなね、教会で。そしたらムスッとしてるとかね、機嫌が悪そうな人でもね、終わった後はね、ちゃんと手を差し伸べてくださって握手を求めるんですよね。賛美に力ありますからね。はい、まあ、こういった意味で人間 の体の中にはリズムボックスっていうのがあるというふうに言われててですね、もともと持ってるから、それに刺激を与えると反応してですね、こう調子よくどん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 自分で乗って乗って、流れていくっていうことを、まあ、体感できると思いますね。それにまた美しいね、メロディーと言いますかね、はい、まあ、日本語でいう旋律っていうのかな、はい、それが加わるし、また、たくさんの人たちで歌うわけですから、このハーモニーになるわけですね。これもある意味では一人一人みんな個性があって違いますので、
まあ、この違いがあるから逆にこういった賛美というのは、豊かに、なる。同じ音だけだったらですね、個性が完全に失われていくというのも言われてますので、違いがあることが、調和していくというところにですね、特徴があるんじゃないかなと思いますね。賛美の中には主が住まわれる、はい、アメン、アメン、はい、もう叫びを聞かれるとも言われてますよね。まあ、大きな声でいくと歌っていうよりも叫びっていうふうにね、聞こえる場合がある。まあ、やっぱり聖書の訳もね、そういったものに対しては叫びをあげたとかって書いてるんですよね、はい、でも叫びって言ってもただ単に意味のない叫びではなくて大きな声で歌ったという意味があるんでしょうね、はい。まあ、それを日本語的に訳した時には、叫び求めたとかですね、叫びっていう表現で訳されているところがあるんですけども、まあ、こういった、ところは、教会でぜひ体感していただければなと思いますね。日曜日案内していきましょうか。その思いですね、はいはいはい。沖縄ベタニアチャーチは、那覇市のあけぼのにあります。 3-6-24、はい、住所はですね、道はですね、国道58号線沿いアジャ交差点から那覇港向け曲がってビッグ開発の並びにあります。屋根には赤い十字架があります。1階で礼拝を行っています。聖日礼拝は10時から行っていて、夕方の夕礼拝は7時半から行っていますので、皆さんどうぞお越しください。はい、共に、賛美を捧げていきましょう。はい、神への賛美を捧げると、もう本当に神様は聞いてくださる。アーメン、喜んでますよね、はい、神への応答って言われてますから、うん、はいはい、もう神様に願いを、求めるとちゃんと答えてくださる。アーメン、そうですね、はい、ぜひ、一緒に、賛美に加わってみませんか。はい、はい、日曜日ですね、楽しいですよ。教会に来てください。はい、お越しください。石坂さんも何、はい、キリスト教学院大学の出身って言ってましたけど、はい、でした、卒業生です。あ、はい、賛美礼拝ってあるんでしょ、学校に。はい、毎週月曜、あ、月曜日にありました、朝、うん、はい。どういったのを賛美される？なんかその週その週でやっぱこの読む聖書の箇所がやっぱ違くて、うん、はい、テーマもあってっていうのがありました。はい、楽しそうですよね。この時楽器もあるんですか？楽器は基本的にはパイプオルガン使う感じだったんですけど、はい、静かに。そうですね、うん、しっとりしたイメージがだから強かったです。なるほど、はい、びっくりするかも、うちの方が、うん、あ、違うかも、はい、そんな賑やかなんですね、はい、楽しいですよ、踊ってますし、はい、そうですね、うん、誰となく踊ってますよね。霊がね、うちなる者が喜んでね、誰も指名しないんですけど、なんとなくみんな前に出てって、自由に、おじさんたちがですよ。そうそう、楽しそうですよ。面白そうですね。賑やかそうな。面白いですよね。やりそうもないおじさんたちが踊ってますよね。もうね、みんな出てきたらいいな。はい。はい、ラジオ聴いてくださった皆さん、FM ギロワンからハイサイ教会デビューをお届けいたしました。今日はですね、先週ちょっと質問があった賛美について、はい、どのように答えたらいいかということで、智子さんもしっかりと辞書を広げて調べてきてくださいました。ありがとうございます、はい、まあ、こういうふうにですね、宿題出された方が我々としてもですね、テーマを決めて次何を話そうかということですね、はい、話がまとまるんですね。あ、にゃこさんから本日もありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。聞いてくださってありがとうございます いつも励ましてくださって ね、本当に大きな励ましになります。ありがとうございます、はい、感謝です、うん、もう賛美についてですね、もう尽きないぐらい賛美っていうのはいろんな、話題があるかと思いますね。で、曲もですね、もうここでもたくさんかけてるんですよね、はい、今までもですね、中にはイスラエルソングっていうのもあってですね、今度紹介したいですね、今度紹介していきたいですね、結構いい歌があります。まあ、これが元となって、キリストの時代になってもこう賛美っていうのは引き継がれていってますので、もともとはユダヤの民が歌
ってた歌が発展的にですね、はい、今日に伝わってるというのがお分かりいただけると思います。はい、はい、今日もまたラジオを聴いてくださった皆さん、皆さんの上に良い一週間でありますように心からお祈りいたします。ご家族の上にも祝福がありますように、主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン、感謝します。アレルヤ。